お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと緊急でね、動画の方を回してるんですけどもね、第一生命のネオバンクってアプリがあるでしょう。私もね、熱心に2週間ほど前からこうやっておすすめしてきたんですけども、なんとね、これお金がね、入んなくなりましたよ。一昨日の朝、5万1000をマークしたんでね、その次の日も入るかなと思ったら、昨日5万1000だったんですよ。ついにね、誰も制約してくれなくなりました。2週間目にして5万1000で止まりました。で、ここで何が言いたいかっていうと、私でもね、2週間で止まるんですよ。毎日毎日動画更新していてもね。だからね、これ皆さんもっともっと力入れてやんないと、これ決まんなくなりますよ。まあ5万1000もらえたんで結構良かったですけどね。7万5000がマックスなんで、あと2万4000なんとかしたいですね。あと2万4000。皆さんは2万4000取れてますか？だから、私のように熱心にやっても、スイスイと7万5000、パーンと行くわけじゃないんですよ。だからね、こっから注意ですよ。侮ることなかれですよ、こういうのは。やっぱちゃんとやっていかないとね。とりあえずは、別に動画更新じゃなくていいんですよ。やっぱリアルでね、会った人に、ね、このアプリすごい便利だよってやっていくとかね。例えば自分のコミュニティを作ろうとしてる人は、コミュニティをこれから作るんで、そこには会費もかかりますけども、その会費をね、こちらが負担しますみたいなね。そんな、こう、振る舞いで、会費は1500円なんですけども、初月の1500円は、この口座を作ることによって、あなたの口座入りますよみたいなね。アプローチをいろいろと切り替えていかないといけないかなってことですね。まあ私もちょっとワンパターンだったのかもしれないですね。これね。みんなの銀行の紹介。まあちょっと前にね、10人中10人がお金を受け取りましたみたいなね。そんな動画撮りましたけども、あれの時はね、ポポンと決まって5万円突破したんですけども、ね、別の切り口を用意して、あの手この手で売り上げ取っていかないとビジネスにはならんですね。はい。第一生命のネオバンクの口座開設の拡張にですね、かなり私も尽力してきたかなってところでございますけども。多分ね、他のね、インフルエンサーの方も私が知らせなかったら知らなかったんじゃないかなと思うんですよ、この案件。まだありますからね、でもこんなみんなの銀行とかね、第一生命のネオバンクじゃないところでもまだありますからね、ちょっと小出しにさせてもらいます、それはね。今後も楽しみに動画の方、ご覧ください。それでは。